これが全部あのバックパックに入ってました。いやー結構入りますよね。こんにちは、海光寺です。今日はですねバックパックを背負ってるんですが、見てくださいこれ、よいしょ、すごいでしょこれ。先日紹介したプロジェクト9っていう自由に拡張できるバックパックなんですけど、今日はこれに機材いっぱいパンパンに詰めて、でどれぐらいこのプロジェクト9に機材が入るのかちょっとね紹介したいと思います。あとはまあバックから機材を出しながら、その機材についてもちょっとだけ説明していこうかなと思ってます。まあ機材紹介ですね。じゃあやっていきましょう。ドーンと、すごくないですか。バックが1個2個3個4個5個、5個ね連結してるんですよ。このメインのバックパックが PN9 で、一番容量が大きいんですけど、その後ろについてるのが PN7 で、この下にも PN7 がもう一個ついてます。でサイドこれ2つついてるんですけど、このサイドにあるのが PN5 です。じゃあね中身を紹介していきたいと思います。おいしょー。これで、ね、全部バックルで接続されてます。まずね一番下の PN7 これをね外してみましょうか。バックルで簡単に外れるんですけど、中身見ていきましょう。ちょっとここにあると邪魔だから、とりあえず横に置いて、一番下についてた PN9 から見ていきましょう。ポケットが結構あるんですよね。まずこれがマンフロットのピクシーです、三脚。それからもう一個ここの外のポケットにはオズモアクション、メインの部分には、はい、ゴリラポットと、あとは外でカメラを使う時のストラップですね、忍者ストラップとカメラのクイックリリース、それからこっちも忍者ストラップなんですけど、これはレンズホルダーになります。でこの PN9 はまだまだ入るんですけど、ここね一番物を入れてないです。服とかもね入れようと思えば入ると思います。じゃあ続いてこの背中にくっついてる PN9、 これも中開けてみましょう。外して、こっちにはね結構入ってます。メインの開口部から、はい、ゼンハイザーの MKE600、 これはショットガンマイクですね。一番気に入ってるショットガンマイク、かなり使えます。このショットガンマイクは電池が必要なんですけど、こういうのをつけるとミニステレオプラグで入力することもできます。ちなみにファンタム電源でも使えますけどね、電池でも使えるっていう、まあ、二刀流のショットガンマイクってあります。それから MKE600 のウィンドジャマー、これは外で撮影するときには必須ですね。はい、あとはこれ最近買ったんですけど気に入って使ってます、マンフロットのエレメント。この三脚はすごく安くて結構しっかりしていてかっこいいので気に入ってます。さあこっちの背面のポケットもガンと開けると、実はここにはジンバルが入ってます。これジンバルの上の部分なんですけど、これはフェイユーテックの AK4000 です。でもう一個ここのポケットに AK4000 の他のパーツが入ってます。 AK4000 は一眼カメラ用のジンバルなんですけど、ペイロードが4キロなので相当重い一眼カメラでも乗ります。で僕はこれに α7-3 と標準の 24mm70mm のレンズをつけて乗っけたりしてます。大きい三脚もついてるんで結構しっかり安定して立ってくれますね。これはカメラを乗せるためのベースです。今日は機材の紹介はまあざっくりっていう感じで、2個目の PN9 にはこれを入れてました。じゃあ、よいしょ、あと PN5 2つとメインの PN9 なんですけど、こっちの PN5 から開けていきましょう。全部バックルでね本当に簡単につけられます。でこのプロジェクト9は、機材ねめちゃくちゃいっぱい運べます。で一番機材持っていかなきゃいけない時にこのプロジェクト9を使ってます。あとは普段はニアイーボのフィオルド60とかね、これもね愛用してます。これ60リッターのバックパックで、この中にはセパレーターが入ってるのでこれも便利なんですけど、まあ、これを使うことも多いですね、フィオルド60でも。もっと機材を入れなきゃいけない時はこのプロジェクト9のバックパックを使ってます。あともっともっとフィオルド60もいらないぐらいの機材の時は、これ最近紹介した M ビチオネムのモーメント、このカメラバッグを使ったり、これもねカメラを入れるバッグとしてはすごい使いやすいですね。ただ、これ中がセパレーターになっていて、ここに iPad とかまあ細かいポケットがあっていろんなものが入るんですけど、
外からアクセスできるポケットが実はここしかない。あ、こことここか。ここは中のカメラにアクセスできて、ここはちっちゃいポケットになってるんですよ。だからお財布とかね、入れる場合はちょっとどこに入れようかなって迷ってしまう感じだと思います。さらに機材が少ない時っていうか、まあ普段の移動の時はこのアークテリクスのアロ22をねめっちゃ愛用してます。じゃあこの PN5 の方に戻って、ここにはですね、これは実はカメラバッグなんですね。筒状のカメラバッグ、パコッと開けると、はい、こんな風にカメラがいきなり出てきます。だからこれをパッと開けてさっと取り出せば即写できるってことですね。パッと出してパッと撮れるっていうカメラバッグになってます。ここには α7-3 と先ほど言ったまあ標準レンズ 24mm70mmF2.8 のレンズが入ってますね、つけたまんま。さあ反対側行くと、実はこの中あのセパレーターを自由につけられるようになっていて、筒が分かれています。でこの中にはポンともう一個筒が出てきましたが、これはレンズケースになっていて、はい、ドン、 85mmF1.8 のレンズが入ってます。この標準のレンズよりも、まあ、70mm までなんで、85mm、ちょっと望遠かなっていう感じで、で、F 値が 1.8 なので、非常に明るいですね。で、すごくボケてくれて、まあ、ポートレート撮るときなんかは、すごくいいですね。まあ、写真もそうなんですけど、動画で使ってもめっちゃいい絵が撮れます。気に入ってます。こっちの標準レンズのことあんまり言いませんでしたけど、24mm、70mm のこの G マスターレンズもめちゃくちゃ気に入ってますね。もうこれ本当に使いやすいです。24mm だと、まあまあ広角なんで、例えばね、こうやって持てば自分のことも撮れるし、あとは望遠にして、まあ、F2.8 で撮ると、まあ、非常にボケてくれるし、あとは 70mm だと、まあそこそこね、寄れるので、もう本当に便利ですね。この α7-3 は APS-C モードも使えて、あとファンクションキーに割り当てて簡単に APS-C モードと切り替えられるので、フルサイズ換算で言うと 1.5 倍になるので、36mm から105mm ぐらいかな。で、使うこともできるので、すごくね、使いやすいです。あと、α7-3 はね、すごい気に入ってますね、最近ね。じゃあ、もう一方の PN5。これも開けてみましょう。これ同じ PN5 なんですけど、僕は反対側には、じゃん、ドローンを入れてます。Mavic 2 Pro ですね。このね、Mavic 2 Pro は、めちゃくちゃ使えます。で、河合さん、ドローンおすすめありますかって聞かれた時には、ほとんどの場合が Mavic Air と答えてるんですね。それはあのコンパクトで、まあ最初持つのにもいいし、携帯性が非常にいいので、ちっちゃい方が、まあ持ち歩く頻度が高まってドローンを活用できるってことで、あとはあの飛行ももちろん安定してるし、一通りの機能は備えていて、Mavic Air がね、画質もね、綺麗なんですよ。画質で言ったら、画質というかそのビデオのモードで言ったら、録画モードは、この Mavic 2 Pro も Mavic Air も 4K30 コマまで撮れます。まあセンサーサイズが違ったり、あとはこの Mavic 2 Pro は D シネライクが使えたり、じゃねえや、D ログ撮影ができたり、ハイブリッド録画も撮影もできるので、まあ映像を作り込みたいって人には、こっちの Mavic 2 Pro がおすすめなんですけど、重さとしては 907g、Mavic Air が 430g なので、まあ若干の差なんですけど、まあ軽いに越したことはないかなと。で、僕がこれを最近よく使ってるのは、仕事でも使うんですけど、強風が吹いてる時とか、あとはスポーツモードで飛ばした時のこのジンバルの安定性っていうのが、まあ、ジンバルの可動域とかもこの Mavic 2 Pro の方が余裕があるので、こう絵がこうやって斜めになったりしづらいっていうことで、まあ、積極的にこの Mavic 2 Pro を使ってます。さあバッグ開けていきましょう。反対側にはこのバッテリーとプロポが入ってます。この PN5 に Mavic 2 Pro 本体とプロポと、まあ、予備のバッテリー1個ぐらいは入ります。まあ予備のバッテリー2個ぐらい入りますかね。さあ、じゃあメインの、よいしょ !PN9 の方を開けていきましょう。これがね、結構入るんですよ。で、今パンパンに詰まってるんですけど、実はこれマチがあって、よいしょ、ここにファスナーがついていて、このファスナーをぐるーっと開けると、これだけ、バッグが広がって収納力がアップします。よいしょ。でこのバッグにはまず外側から一眼カメラ用の ND フィルター、 85mmF1.8 用の可変 ND と 24mm70mmF2.8 用の可変 ND フィルターが入ってます。可変 ND フィルターっていうのは、まあ、ND フィルターというのはカメラ用のサングラスみたいなもんで、シャッタースピードが上がりすぎちゃうようなシチュエーションではこのND フィルターを使って
シャッタースピードを抑えて滑らかな映像を撮ったりするのに使います。これ今日紹介しているものは一応まあ説明欄にリンク貼っておきますんで、なんか気になるアイテムがあったら、下からチェックしてみてください。さあ、そんでこれサングラスも入れてます。これは骨伝導式のスピーカーが、搭載されてるザングルっていうかっこいいサングラスになります。これこめかみに当たっていて、ここから、音楽が聞こえるんですけど、耳を塞がないので、まあ、ランニングしてたり、自転車に乗ってる時とか、あと外普通に歩いてる時なんかも、周囲の音を、まあ、聞きながら、骨伝導で音楽を楽しむことができます。まあ、ただ骨伝導なんで、そんなに重低音を聞かなくて、少し軽めの音かなっていう感じなんですけど、まあ、このデザイン性と、あと、その街歩きの時の、まあ、安全性とか考えると、結構ね、面白いガジェットなんじゃないかなと思って、結構使ってます。さあ、そんで後ろのバッグ、後ろのポケットはもう一個あります。ここには、はい、これもね ND フィルターなんですが、この ND フィルターはですね、 Mavic 2 Pro 用の ND フィルターになってます。 ND8 から ND1000 までの、6種類の ND フィルターが入ってます。やっぱりドローンでもP 感の日に撮るとシャッタースピードが上がりすぎちゃって、特に30フレームで撮影した時にこう旋回した映像を見るとこうパラパラ感がどうしても出ちゃうんですけど、しっかりシャッタースピードを60とかその辺に落とせば映像のつながりが滑らかになるので、まあ ND フィルターあったらいいかなって感じですね。ただあんまりやっぱりその日中の撮影でも F 値は下げないでパンフォーカスで使うことを心がけてますね。だいたい F、まあ11とかその辺までは上げて、被写界深度をバーッと深めて撮影してますね。そっちの方が安心です。さあ、あとここのポケットには伸縮自在の HDMI ケーブル。まだあるんですよ。メインの開口部の手前にガバッとね、ここが開いて、よっ、ガバッと開くと、まあ、ここにポケットがあって、これはモバイルバッテリー。24,000mAh ある、まあ、結構コンパクトなモバイルバッテリー。モバイルバッテリーはね、やっぱ必需品ですよね。それから、ボールペンでしょ。あと、アップルペンシル。で、よいしょ。こっち側には iPad が入ってます。はい。これ iPad Pro の 12.9 インチですね。これも、まあ、よく使ってます。あとは手書きでいろいろ書けるロケットブック、これは何回も書いて消してできます。で、書いたやつをアプリで読み込むとエバーノートに飛ばしてくれたり、ドロップボックスに飛ばしてくれたりする、まあ便利なガジェットノートですね。さあ、そしてメインの開口部、よいしょ、の前にこの背中に当たる部分にはシークレットポケットがあって、バッと開けると、まあ、ここに財布入れてます。はい、財布、お札と小銭入れ分けてます。で、メインの開口部ガバッと開けましょう。これがもう下の方までガバッと開くんですが、まずよいしょ、ガバッと開けて、ここには 15.6 インチのノート PC が入ってます。ギガバイトのエアロ 15X、 これをいつも持ち歩いてます。まあいつもじゃないですけど、 PC 持ち歩くときはこれを持って行ってます。最近ラビープロモバイルっていうのを紹介しましたけど、あれはね 800g 程度、まあ 837g なんですね、メインのモデルがね。それを紹介した動画もあるので、まあちょっと見てみてください。あれ軽くていいですよね。で、僕がこの持ち歩いてるギガバイトの PC は 2kg ちょっとなんですよ。で、まあアダプターとか持ち歩くとアダプターも結構でかいんで重いです。まあまあ、でもすごい処理速度が速くて動画編集とかもサクサクなので、まあほとんどこれ使ってますよね。うん、このギガバイトの開封動画とか、あと紹介動画もあるんで、まあ気になる方は見てみてください。さあ、そしてここにカンガルーポケットがあるんですけど、今特に何も入れてないですね。で、こっちのバッグも今日そんな入れてないんですけど、まあ、こんな感じで入ってます。ミクスターのワイヤレスヘッドホンでしょ。これノイズキャンセリングが効く、まあ安価な Bluetooth のワイヤレスヘッドホンなんですけど、結構気に入って使ってます。これ有線でも使えるんで、PC に直接挿して編集なんかに使ったりもしてます。はい。そして発売されてほやほやのオズモモバイル3。これもちっちゃいんで、持ち歩くハードルがね、かなり下がりましたね。これはスマートフォン用のジンバルなんですけど、アプリケーションとの連携が非常に秀逸で、また高機能ですよね。やっぱり DJI なんで、アクティブトラック 3.0 っていうのが結構ね、優秀なんじゃないでしょうか。しっかり被写体を追従してくれて、あとね、これ意外とその追従するスピードが速くて、実はこの秒間120度ぐらいのスピードでついていってくれるので、
ので結構ねいいんですよね。まあ、追従してくれる他にも歩きながら撮れるタイムラプス、まあ、ハイパーラプスとか、あとはこのジンバルの経路を選択して動きながら固定された位置からジンバルをこうやって移動させて撮ってくれるモーションラプスとか、まあ、いろんなね機能が使えます。あと片手だけでモードを切り替えたりっていう、まあ、片手操作が簡単にできるっていうようなコンセプトもあるので非常にいいですね。ちなみに重さは 405g で結構軽いです。はい、ジンバル紹介したんですけど、あとこれも入ってます。オズモポケット、まあ、ジンバル付きで簡単に撮影したいんだったら、まあ、ぶっちゃけもうねこのオズモポケット最強ですよねじゃあこれだけでいいじゃんって思うんですけど、まあ、携帯で撮る人にはオズモモバイル3がいいかなと思います。これですよ、ジンバル付きでこの小ささ。今コントローラーホイールっていうねこの操作するものをつけてますけど、これ外しちゃうと本当にもうこれだけなんでいい感じですよね。うん、これちなみに 4K60コマまで撮れます。オズモポケットねやっぱよく使ってますね。それからまあいろいろちょっと小物なんですけど、これジンバルに AK4000 に乗せて使うときに α7-3 から HDMI 出力してモニターするための外部モニター、これはフィールワールドの5インチのモニターになってます。でこれバッテリーも2個入ってます、この中に、はい、バッテリーで、よいしょ、はい、これ PN5 のレンズケースなんですけど、こっちの PN9 の方に入れてます。ここにはもう1個ね α7 用のレンズが入っていて、これ気に入ってます。最近 G レンズ 12mm24mm の超広角ズームレンズです。 12mm っていうとね相当広いですよね。でもねこう周辺が魚眼みたいに曲がらないっていうね、あのちゃんと補正されてまっすぐこうなってくれるレンズなんですよ。 12mm から 24mm24 でもまあまあの広角なんですけど、すごくね 12mm だと広く撮れます。で最初の方に紹介したこの標準レンズ 24mm70mm のレンズと、まあ、ちょうどね被らないので 12mm から 24mm24 から 70mm ってことで非常に重宝してます。気に入ってます。あとビデオライトとか、これはあのいろんな色で光るねビデオライト、あとはオズマアクション用の、まあ、細かいパーツ、あこれもあの Vlog 用のライトですね、リュームキューブエア、健康時のあのリュームキューブエア、これもねパッと使えてめっちゃ使えるんで、はい、簡単に使えるんでよく使ってます。こっちはね割とあのちゃんと三脚とかにこうやって置いて設置して使うって感じですかね。これもね結構明るいですよ、いろんな色に変えられる、ほらあと α7-3 のバッテリー、これはね3つ持ち歩いてます。これもオズマアクションの、まあ、ものですね。フィッシュアイレンズだったり、このフィッシュアイレンズね結構気に入ってます。あとはマクロレンズ、マクロレンズは正直あんまり僕は使わないかなって感じなんですけど、あとは首にかけて使えるシリコンケース、これオズマアクション用のシリコンケース、これ結構ねいいです。だいたいセルフィースティックにつけてこうやって撮ったりするんですけど、なんか両手を使いたいときはここにこうやってかけて撮りたいときにピッとやるっていうね使い方ができるので結構アウトドアにはおすすめです。これは PGYTEC のバックパックにマウントできる、この辺の肩紐にこうやってパチってつけられるクリップマウントですね。だいたいこんなもんですかね。あとオズモモバイル用のフリップ式の三脚が出てきましたね。これつけると立てられて結構便利です。大体こんなもんだと思うんですけど、あと実はこの、まあ、背面のバッグのところ、ここをバカッと開けるとここにもねメッシュのポケットがついていて、ここにはあの充電のケーブルが入ってますね。はい、こんなポーチに入れてます。 USB-C とマイクロ USB とあとはライトニングのケーブルが入ってます。はい、これで全部になります。ちょっとね並べてみましょうか。はい、どうでしょうか。並べてみました。こんな感じですね、いっぱいあります。全部写すとこんな感じです。これが全部あのバックパックに入ってました。いやー結構入りますよね、これだけのものが入ってました。連結されていたプロジェクト9のバックパックはこれらになりますね。左下から PN9 で、この右が PN5 2つ、そして上が PN7 2つです。はい、というわけで今日はですねバックパックいっぱいに詰め込んだ機材を紹介してみました。このプロジェクト9はまあ拡張性がね自由でかなり機材を詰め込めるっていうことで、たくさん物を持ち歩きたい人にはいいんじゃないでしょうか。
またね、機材紹介してないものもたくさんあるので、チャンスがあったら機材紹介なんかもしていきたいと思います。あとガジェット系ドローン系の動画も作っていきますんで、よかったらチャンネル登録して次回の動画を見てください。あと Twitter、Instagram もやってますんで、よかったら下の説明欄からフォローしてもらえると嬉しいです。さよならー。